ほら。ちょっと待って、でかすぎてピントが合わん。元気マン。はい、こんばんは。メバル。メバルです。いつものメバル。今日はね、2日間大雨降りましたね。降ったね。なんか海がドブみたいに降ってるんやけど。これがちょっと気になるね。これでもワカメが成長するときいつもこの色になりますよね。そうですね。やけどちょっと今日ひどいよ。ああ。まあまあドブの色しとる。ただね。これね、香川県って雨降らないじゃないですか、うん、雨が降らないイコールミネラルがない状態なんですよ、うん、だからこうやって降って濁るっていうのはすごいいいことなんですよ。あ、当たった。今日はメバル兆候とは言ってもただのメバル兆候ではないんですよね。はい、ございません。ございません。はい、ございません、はい、今日はね、実は新しいロッドのプロトが上がってきたんで、この間までの使ってたやつもプロトやったけど、はいはい、さらに最新版、最新版、結構修正箇所があったんですけど、うん、もうそれを修正しまくって、うん、やっと上がってきたっていうロッドです。もうね、そういうのをまあちょっとした微調整なんですけど、その微調整が非常に難しくって、まあけどかなり今ね、まだ 2,3 頭しかしてないですけどね、うん、かなりいい感じに上がってきた。おお、かなりいいっすよ。かなりいい、かなりいい。ただちょっと若干強いんですけど、うん、この強さはありやなっていう。あ、例えば今 15g のフロートを投げてるんですけどね、うん、20g でも全然 OK。 え、本当に？はい、全然いけます。じゃあロックで尺もいけるじゃないですか。いけるし、ロックで尺もいけるし、あとなんだろう、プラグ、うん、とかもいい。あ、これレギュラーテーパーなんで、プラグを円筒とかもできるし、なかなかいい竿が出来上がった。なるほど。あとはちょっと竿、魚かけてみてどうなるか。釣れたらいいけどね。ちょっと気になる悪いところを直してみたら、逆にええところがいっぱい見えてきた感じ。うん、今んとこ悪いとこ見当たらないっす。おで、ティップも結構素直やし、重いもんも投げれるし、逆に軽いもんも投げてないんで、まだ。ああ、そうか。はい、軽いもん投げたり、あと沈めてみたり、いろいろして決めていこうかなと。まあけどかなり仕上がりいいですよ。あとはね、魚が釣れてくれたらね、なおよしなんですけど。一応あれですよね、仕様としては、はい、ジグヘッドもいけるようにはしとるんですよね。一応ジグヘッドもいけるけど、ジグヘッドはジグヘッド用を作ります。ああ、そういうことか。はい、ジグヘッドってレギュラーテーパーではあんまりしないんですよね。そうか。はい、ファーストテーパーでするもんなんで。そういうことね。うん、それはまたそれで。で、これはカナリア81です。8フィート1インチ当たりそうやけどね。さっき当たったんと違う。まあ、いや、うん、当たったと思ったけど、再現性がないから。もしかしたら波に飲まれたかなっていう。ピーク時とはほどとはいかんけど、こうやって毎夜毎夜磯に来るようになったら、はい、シーズンやなって感じしますね。そうですね。ただね、もうアコをしたい。カナリアココが販売になるんですよ。あー、そういうことか。そうで、あれをね、カナリアココ77を早くみんなに使ってほしい。なるほど。めっちゃいい出来なんで。じゃああれですね、一回アコのポイントで
水が澄んでるうちに水中ドローンも沈めたいですね、はい、ああいいですね。けどやっぱりこの時期になってもワカメ少ないですね。そうでしょう。うん少ない。もうだって3月この辺もう足元もモサモサやったのにね。ねえモサモサやったのに全然ないね。だから多分もうちょっと地合いがずれたんやと思いますよ。もうちょっと足元に水が潮を上げてから潮が上げてから地合いじゃないかな。さっき見よったらね、はい、萌えエビみたいなのはいっぱいおりますわ。あ本当っすか。うん。当たりそうやのね。当たらんね。当たらん。当たらん。あ、食った。食った。食い寄りました。イエーイ。あ、でかいわ。でかい。何これ。でかいんやけど。何？めちゃくちゃでかいような気がする。あ、監督やったかもよ。やったかも。やったかもよ。というか戻れんよ。戻れんよ。ほらやったんちゃう。おお。ほらちょっと待って、でかすぎてピントが合わん。よし、ほらやったんちゃう。おお。おお、やったで。はい、ムキムキマンです。ムキムキ。これはでかい。でかいね。でかい。監督やりだして初めてこのサイズかもしれん。そう、28とか。28がないもんだって。そうなんや。うん、カメラ回ってる時は。ああやったんちゃう。やったんちゃう。測る。いや、測らんとく。測らんとく。明らかに超えたって言ったら、うん、測ろうか。そうしようか。はい、やった。幸先いいですな。いいですな。はい、やりました。回ってたよ、カメラ。回っとった。うん。途中ね、藻に一瞬潜らせた。焦った。こういう時は藻が短くって助かったね。助かった、ね、やったね。これはいいサイズですね。うん。ロッドの感じはどうでした？いい感じっすよ。曲がりも素直やし、うん、あのサイズがかかっても全然焦ることなく。ああいうサイズって意外と当たり小さいじゃないですか。そうですね。わかった？わかった。ラインにトンときた。おまあ28ぐらいやけど、まあ筋肉ムキムキでこの浅いとこでかけたから、うん、めっちゃ面白かったですね。そのロッド縁起がええね。はい、一発目がそこそこ、おかっぱりではマックスサイズですもんね。うん、縁起がええわ。なんか跳ねよるやん。なんでしょうね。めっちゃ釣れそうやけどな。そこはやっぱ今年のメバル連続しては当たらんね。けどあのサイズを狙いよるけんね、本来。それでいいんですけど、うん、けど今年のメバルとかを感じてたら、うん、なんかメバルって今年のみかもしれんけど結構移動しよるような気する。しよるね。うん、茶色メバルも、うん、しよる気がするわ。うん、なんかブルーバック並みに早いような気がする、うん、でないと、うん、こんな急におらん感じにならんと思う。うん、ちょっとね、異常なぐらい釣れたりパッとおらんなったり。いや、当たり出したら釣れるんですよ、うん、で、釣れんくなったら当たりもないから。僕は今まで、うん、
おるのが食ったり食わんなったりっていう試合やと思いよったんですけど、うん、なんか今年に関してはなんか移動しよんちゃうかなって思うようになってきた。じゃないと話が通らんような連れ方が結構しだしとる、うん、今年に関してだけかもしらんけどね。なんかちょっとおかしいっすもん。例年やったらちょっとこう潮が動いて波がザブザブなって岩についてたあのエビとか虫が流されてそれでちょっとお祭りになって、うん、慈愛が来るいう感じって感じてたじゃないですか、うん、ザブザブ言うても釣れんもんね。釣れん。これはまあおそらくやけど磯にそんだけ近寄ってくるだけの魅力がないんじゃないでしょうか。はい、まさにその通りやと思います。磯に来る必要がなくなったんですよね、うん、というかこの岸による必要性がなくなったんやろね、うん、そもそものやっぱイカじゃないや、カニとかエビ以外ベイトがいない。だからおかっぱりの岩についてるはずの頭がおらんっていうのもそういうことなんかもしれんね。うん、ほんと頭は消えましたね。ね、そのロッドは元気マンが目指してるところはどんな感じ？食った。お、こっちにおるんかい。お、こっちか。けどそんなに言うほど大きくはない。うん、けど23C ぐらいはある。お、おるところに投げなあきまへんな。はい。よいしょ。いい答え、23、いい答えですな。美味しそうね。うん、イエイ、やっとった。イエイ、いいじゃん。いいっすね。うん、反対に、俺が思っとるより反対におったね。うん、そうそう、ロッドを目指してるところ、目指してるところはね、うん、一日中、うん、集中力が切れないロッドを目指してます。要はちょっとでも気になるとこあったら、うん、こういう繊細な釣りって集中力落ちるんすよ。その集中力がね落ちないロッド作りをしようんですけど、うん、僕はもうどのシリーズ撮っても今まであったカナリアシリーズとかでも、うん、要は1日アマゾンやロシアやオーストラリアで朝から晩まで投げ続けないかんわけですね。それがバランスが取れてなかったらしんどいんですよ。だからバランス作りはきっちり取ろうとしてます。あのね、正直、うん、軽いだけ感度がいいだけのロッドっていうのは案外すぐできるんです。僕の中では、うん、ただ極端にそっちへ振ったらええってこと、うん、強度落ちるんですよ。あ、それってね、結構僕の中で致命傷で、強度を保ちつつ1日振れるロッド作りをしていこうとはしてるんですね。かといって今まで使ってたロッドが、僕はもう日本でも最高峰のロッドを使いよったんで、そこに基準は持ってってますよね。なるほど、うん、やっぱね、アブガルシアのリアルフィネスっていうロッドはすごい、やっぱあ、くそ素晴らしいロッドです。あ、うん、あのロッドはすごいすごいけど、僕みたいにいろいろ世界中飛び回ってる人によっては邪魔なんですよ、ツーピースって。持っていけんのや。持っていけん。
個体数はやっぱ少ないんかな。うん、奪い合うようなあたりではないんですよ。ああ、やっぱりモソっていうあたり、ね、通りすがりなんかな。一つのしもりに対して数匹しかおらんみたいな食い方してますね。一匹ではないやろうけどね。うん、奪い合う時はほんと綺麗にカンって当たりが出るんで、うん、それじゃないから。なんかすごいちっちゃいしもりの上を通らん限り食わんみたいな、うん、そんな感じっすね。多分そうでしょうね。うん、ちょうどそこを通った時は食うみたいな、うん、こうやってなんか空見上げたら飛行機がすごい増えたじゃないですか、うん、こうやって飛行機見ながら僕釣りするの好きなんですよ。ええなぁ、どこの国行きょんかなぁ言うてやろ。そうだいたい飛行機乗っとる人って、うん、今幸せな気分でしょ、うん、犯人輸送されよる以外は、うん、それがね200人300人乗っとるわけやから、そうみんなウキウキしながら移動しようんやろうなとかと思いながら釣りをするのが好きなかったんで。一緒結構ね、それがコロナ明けてから増えだしたんで、うん、すごい楽しいんです。低空飛行やからあれ国内やなとか、この潮の感じも全然悪いことないのに、うん、まあまあいろいろ試していろんな方向やったりスピードもいろいろやってみたりして当たらんいうのはやっぱりちょっとガクッとくるね。結構絶望しますよね、うん、まあそん中でまあそこそこのサイズをこう釣っていかなしゃあないんかなっていう感じはちょっと辛いんは辛いね、うん、そうっすね。けど年々悪なっていっきょるけど絶対いい時も来るはずなんすよね、うん、このままやったらガシラの次にメバルまで絶滅危惧種になりますからね。うん、けどまあ瀬戸内海の救いはまだ島があるから。まあね、島へのストック量が多いから。お、釣れた。釣れちゃった。しかもブルーっすよ。ブルー、お、ほんとや、綺麗なブルーバック。ちょっと困るよ、早から釣れてしまったら。ブルーバックちゃんが来ちゃったよ。ブルー釣れる頃は入れ食いのはずよ。そうよ、もしかしたら群れで入っとるかもしれんけどね。でも、うん、ちょっとこの子はね、可愛い、20センチぐらいやからね、うん、ちょっと逃がしたりましょうね。はい、ブルーちゃん、うん、今年初ブルーバック、うん、バイバイ。元気マン、でもほんまにメバルのスタート遅いけど、はい、アコ始まっちゃうね。ねえ、本当もう正直アコちょこちょこ行きたいんですよね、うん、で水温も10度超えてくるぐらいやと思うんですよ、もう、うん、いい頃合いになってきてんのに。まあ12度ぐらいまではメバルやろうかな、うん、これでもメバルはウィードがなくなってもしかしたらおかっぱりにつかんようになったかなとかって言ってるじゃないですか。はい、アコウもやっぱりウィード関係する？する。するよね。うん。もちろんするね。もちろんするし、すべての魚が、お、あ、食ったー！くそー！あー、いい当たり出た。あー、なんで今の合わんかった。ブルーっぽい当たりやったね。あー、そう、うん、ひったくるような当たり入っとんかな。
やっちまった。今のは取っとかないか。取っとかないか当たりやったね今のは。オッケー食った。お、でかいんちゃうかな。お、いやそうでもないわ。ブルーなんちゃう。よう走る。ブルーなんちゃう。よう走るね。よいしょ。ほら。グッサイズ。えい。あ、ブルーじゃない。ブルーじゃない。ナイスサイズ。うん。いいっすね。いい。ちょっと見つけたかも。お。今まで投げ寄ったとこと違う。あ、本当。うん。沖のもう一個沖の潮による。おお。だからちょっと再現性があるかもしらん。オッケー食った。お、再現性あり。お、 A サイズ、ナイスサイズ。よいしょ、ほら。よし、よし、よし。ほら、いいサイズ。おお、いいね。ね、25ぐらいいったよ。おお、綺麗や。うん、綺麗。いいえ。いいサイズ。見つけたかもよ。おお。三連チャンしとるよ今。おお。当たりが。イエーイ、やりました。これぞメバル。これぞメバル。うん。おかっぱりやけんね、岸から、うん、そうそう、島じゃないよ、うん、はい、監督バトンタッチ、はい、そのまま増しとってください、うん、釣れた？まあまあええよ。まあまあええ。イエーイ、監督もやった。やりましたな。よう引くでしょう。やったね監督。はい、こっちへ。サイズどう？まあ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 、もう監督のヘッドライトでもう真っ白になる。23。見えんけど。元気マン。はい。いいテストになったね。いいロッドが出来上がりましたね。ねえ。うん。8、9割型完成まで持ってきたって感じ。いや、ここまで来るとは思わんかったね。うん。うわ、冷た。まあけど、これも釣り込んでいかんとね、ほんとわからんことやから。そうね。うん。ちょっと上に上がろう。シーズンも、言うても残りわずかやから。そうっすね。ガンガンテスト戦闘。いやもうこれ毎日のように行きますよ、うん、なかなかけど本当ここに来て急激にいいものが上がってきてしまったから、うん、もしかしたら今年の秋間に合うかも。迷うね、うん、そう、今年の秋に販売できるかも。まあだからどんだけメバル釣ってテストができるかっていうとこやね。はい。でもう一本ジグヘッドの竿もやってるんで、うん、メバルアジングロッドは2機種なんですよ。ああ、そうなんや。そう、アジ、あのジグヘッド単体用と
フロート用、うん、うん、この2種類で、このフロート用っていうのがそのプラグとかもいけるんで、ほうほうほう、なかなか良さそうなんが出来上がりそうですよ。なるほど。いや確かにそのロッドは割とオールマイティーな感じがしますね、うん、あとバランスをもうちょっと、バランサーをもうちょっと入れたいかな。あとね、うん、その当たりがどうこうというよりも釣れた時の感じがね、はい、すごくいい。あ、本当ですか。うん、ね、監督も今日使ってもらいましたもんね。そう、やり取りがすごい楽しい。うん、いや、いいロッドができたぞ、これは本当に。というか飛距離とかびっくりするでしょ。うん、ちょっと今までとは違うロッドができたから。いや、今日も 15g のフロートついてるけど、はい、もう何の違和感もなく楽に投げれる。うん、そう、もうちょっと飛ばしたいなっていう 20g とかも全然いけるんで、うん、若干強いかなって思うかもしらんけど、あの魚かけたらしっかり曲がり込むから、うん、バラシも少ないんですよ、うん、あ、まあなかなかいいロッド。いやー、よかった。あとはメバルが釣れてくれたらいいんやけど、うん、まあまあおかっぱりの今だったらマックスサイズじゃないかな、27、8ぐらいはあると思うけど、うん、それが釣れただけよしとしましょう。うん、うん、全然よしよ。24、5までは全然釣れてるからね、うん、いやー、これは面白くなりそうっすよ、今からね。え、うん、ただ再現性ないね。メバルはね。メバルは、はい、まあけどどっかでは釣れてるはずなんで、うん、まあこれに懲りず、うん、まあ島とかも行きたいけど、おかっぱりで僕らは超過出しましょう。そう、だからメバルこれから行こうかないう人も、うん、今までとは違う可能性は高いけど、はい、釣れんことはないから。そうですね、うん、どういう風に変化してるんかなみたいなのをちょっと楽しみながら、ちょっと時間をかけて、そうですね、ね、釣ってほしいですね。はい、やりたいですね、やってほしいですね。まあけど難しい魚っすよ、メバルは。うん、うん、本来そんな簡単に釣れるもんじゃないんで、はい、ということでまた来ましょう、近々、ね、はい、はい、今日は釣果収穫ともにまずまずということで、はい、うん、よかったです。じゃあ帰りましょう。はい、はい、お疲れでした。